ばんは、シェフの美奈子です。今日は夏シリーズ、夏に使える食材シリーズで行こうと思って、大きいトマトを使ってガスパッチョ冷製スープを伝授します。と、家庭菜園とかでもスーパーとかでもこれから大量にトマトの時期になるんで、たくさんトマトが手に入ります。安くね。それをたくさん使って食卓におしゃれに、いつもと違ったトマト料理を並べれるようにあなたはなります。簡単です。基本的に食材カットしてウィンウィンするだけなん で、このガスパチョソース、名前ガスパチョ横文字どっかで聞いたことあるかな。簡単に言えばスペインの農家さんの夏バテ対策のスープです。日本でいうところの冷や汁なので、暑い、これから暑い夏を乗り切っていくために安くなったトマトをたくさん買って、このガスパチョ農家の夏バテ予防、スペイン農家の夏バテ予防スープもりもり飲んで元気にいきましょう。ではスタートです。材料の紹介です。トマト、このトマトめっちゃでかいですけど、普通のトマトだったら3個分ぐらいですかね。とパプリカで、玉ねぎカットしてありますけど、なんか玉ねぎちょっと少ししか使わないんで、余った玉ねぎとか少しパッて切ってもらって、後でウィンウィンするんで、ウィンウィンしやすいように少しだけカットしておいてください。あとはパン、バケット、うちの場合バケットですけど、なんか硬くなったパンとか何のパンでも大丈夫です。あとはレモン、フレッシュが手に入ればフレッシュの方が格段に味が変わります。なければレモン汁なのでも OK です。あとはトマトピュレかトマトソース、これはトマトソースです。あればピュレでも大丈夫です、どちらか。あとは少し辛味付け、アクセント付けにタバスコ、まずはトマトの湯むきをしてきます。皮がめくれやすいようにちょんって沸騰したお湯で茹でます。ちょろんって剥がれてきたら氷水のボウルにとって皮をむきます。少し冷まします。冷ましてる間に他のことやりましょう。パプリカ切ってきます。先にこの種、包丁で最初にやらずにこう切って種ある程度取っとくとやりやすいです。半分に切って、この白い綿みたいなところを取ります。気をつけてください。ただ反対側持って回しながら切る。量はざっくりでいいんですけど、パプリカちょっと多いかなと思うので半分だけ使ってきます。で、トマトがある程度冷えたと思うんでトマトを切ってきます。ここのヘタくり抜きます。ここ半分スライスで中の種を取ります。ちょっとでかくてやりにくいんで半分に切ります。種は使わないので処分します。
嫌いな人って多いけどさ、種は嫌いとか皮嫌いとか言う人が多いね。プチトマトは食べれるけどみたいな。食べれば食べれるんじゃない、もしかしたら。するんで形にはあまりこだわらなくていいです。ざっくり切ってカンカンに入れていきます。カンカンなどミンミンしやすい容器に入れてください。ざっくり切ったトマトに塩少し、ブラックペッパー少しで、タバスコ、このまま3時間とか半日とか置いとくとトマトの甘みがマイルドになって味がまろやかになります。パプリカもミンミンしやすいようにカットしてください。マリネしたトマトに全部入れてきます。飲める油ですね。エクストラバージンの方で必ずお願いします。ウィンウィンしていきます。いきなりバーってずーっと、ウィーンってやっちゃうと混ざりにくいんで、少しずつ最初はウィンウィンしてください。バケット入れることで、パンバケット入れることで自然なとろみがつきます。お待ちかねの味見です。ちょっと薄い。あとはお好みで塩加減を調整してください。これを冷蔵庫でキンキンに冷やして召し上がってください。おしゃれにワイングラスなんかによそっちゃいます。お、こぼれた。オリーブオイルと最後にバジルなんかパッてやれば、試飲なのか試食なのかどっちって感じだよね。ガスパッチョでキンキン。
くね、スペイン農家の夏バテ対策、うん、夏になるとトマトジュースとかの美味しさ変わると思うけど、リップインがなんちゃらなんちゃらで、これちょっとピクニック、ちっちゃい100均で売っとるタンブラーでしたっけ、うん、あれちょっとピッていいかもね、食べる、うん、食べる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 、すごくドリンク、うん、海とかさ、なんかレジャー行った時にキンキンに冷えたやつとかってだったら、ね、なんか栄養源っていろいろ呼吸できて、うん、お肌が汗が出るね、やられちゃうから、ね、うん、通信ボトルに油入れる、なんかキュウリとか入ってますけどね、美味しいですけどね、あれは家でなくてこれいいかもしれない、栄養的にいいですね、いろいろ食べたことないんじゃない、これ許されるみたいな、これを飲むことで、うん、肉だとなんか許される気がするよね、消化も促進して、うん、夏バテもあれで、お肌とかね、紫外線に焼かれた肌をこれで潤すみたいな、そして大量にゲットできるお安くなったトマト、家庭菜園とかでボンボン出てくるトマトを大量に使っちゃいましょうっていう感じ、これじゃあ次これにあれですね、ワインで、トマト一人だったらトマトで一杯かな、たくさん野菜食べてる感じがします、ね、この4人ぐらいちゃんぽん、本物のピヨンと白ワインが美味しくなる季節だよね、もう汗だくだもん、いいね、いい感じ、うん、食べながら楽しんでみてください。お疲れ様でした。でこのガスパチョのその冷製スープ、バケットパン入れるんですけど、パンの量によっていろいろアレンジできます。今回のバケットの量はスープ用のバケットの量で、とこれをアレンジで冷製パスタ作ってみたりなんかしたりとか、お刺身にかけてカルパッチョにしちゃったりとか、お肉のソース、アンダーソース、下に引くソース、少し濃度を高めにしてアンダーソースなど、いろいろレパートリーが広がります。必ず作ってみてください。